アメリカはイランと戦争する、さすがに戦争まではいかないんじゃないですかね。あの今その、アメリカってイランの正規軍を全員テロリストとして指定してるんですよ。いやそのアメリカとイランってまあ揉めてるんですけど、でその揉めてるのでイランの正規軍というのはアメリカにとってはもう敵国の軍隊である、だからテロリストであるっていう状況になってるので、まあだから正面切ってぶつかったら戦争せざるを追えないんですけど、さすがにメリットがないからやらないんじゃないかなと思ってます。